菅総理大臣も出席する G8 主要国首脳会議は2日目を迎え、北朝鮮やイランをめぐる安全保障の議論が行われています。現地カナダから中継です。最大の焦点は韓国哨戒艦の沈没事件で、主要国が一致結束して北朝鮮に強いメッセージを出すことができるかです。菅総理大臣は、北朝鮮による哨戒艦の沈没事件は日本の安全保障上の大きな問題だと位置づけて、アメリカ、韓国と連携して各国に支持を呼びかける考えです。しかしロシアは独自で沈没事件の調査団を派遣するなど、北朝鮮を非難することには慎重姿勢を崩していません。総理周辺は G8 では7対1だ、ロシアがどこまで突っ放ねられるかだと述べていて、踏み込んだメッセージを出せるかはロシア次第という見方を示しています。またウラン濃縮を続けるイランに対しては、各国が追加制裁を着実に実行していくことを確認する見通しですが、イランと友好関係にある日本としては外交によって平和的に解決することの重要性も訴える方針です。北朝鮮による拉致や核・ミサイルの問題についても、改めて主要国の連携を強調したい菅総理ですが、各国の思惑がぶつかる中、どこまで議論をリードできるか注目されます。